今回はですね、もういよいよストーミングが終わったということで、季節はサマーシーズン、サガノレンジも、随分ちょっと深いところまで、レイラインの下ですよね、まあ、ここを回遊するクルージングフィッシュ、これを仕留めるために、こちらのダークスリーパー、それと、まあ、僕の本当に必殺技なんですけれども、もう得意はですね、こちらのボトルシュリンクを使って、ディープの、ちょっと今回行くところがですね、あまりストラクチャーが、深いところにないので、どちらかというとレイラインの下を、本当にこう悠然と泳いでいるような、クルージングフィッシュ、その中でも特にでかいやつに当てられたらなというふうに思っています。まあ、どうなることやらと思うんですけれども、こちらをご覧ください。いや、 やっぱリザーバーはいいよな。いいですね。最高、本当に。これが、メガバスが考える次世代のラバージグ、ダークスリーパーなんですけれども、見ての通りですね、今までのラバージグのようなごつい、フラッシュガードもなければラバースカートもない、見ての通りまんまよしのぼり、あるいはハゼ、まあ、本当はボトムで、スイムするような、まあ、そういう低性動物を、もろ見てるとした、まあ、新世代のスイムジですね。今日は ITO スコチアレ限定で作った自分のカスタムロックを中心に使っているんですけれども、やはりディープの回遊業を即掛けするという点では、こちらのデストロイヤー、驚きの 67XGX というのが鉄板ですね。今回のロケでも非常に高いポテンシャルを発揮しています。いきなりだよ、いきなりドラマ待っちゃってたみたい。さすが効率、うしゃーダークスリーパー、すげえ名前だな深かったね。水深11のクルージングフィッシュだよ、ダークスリーパーでした。やっぱり締めはこちらのボトルシュリンプですね。その名の通り、こちらのボトル形状のアームが強波動を発揮して、もう本当にリアクションバイトをね、誘ってくれるという、もう数々のドラムフィッシュを引き出してきましたね。しまった。おーしゅー、深い。うITO スペチュアル出ました。
トルシュリンプ、でっかい、でかいわ、うわわ、でか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 、でか、よっしゃー、取った、うぅー、出ましたね、ボトルシュリップ。